ルイド・ロレーヌ・ギーズは、フランスの上級貴族、ギーズ公爵家の一員で、ジョアイ・ユーズ公爵及び、アングレーム公爵。ギーズ公シャルルとその妻のアンリエット・カトリーヌ・と、ジョアイ・ユーズの間の息子の一人。ギーズ公アンリ二世、ギーズ女公、マリーの弟。父が、リシュリュー・スー・キ教徒の清掃に敗れて亡命したため、イタリアのフィレンツェで育った。1644年、 家族と共に帰国を許されて間もなく、王室自住長の地位を与えられた。ルイ14世の母校アンヌドートリッシュの摂政政府は1647年、ルイに没収されていた所領を返還するとともに、ルイが母方から相続することになっていたジョアイユーズ公爵位を承認した。景気兵連隊を自費で組織し、1644年の グラブリーヌ法医戦などの軍事行動に参加したが、アラスの戦いの最中の1654年4月22日に右腕を負傷し、その怪我がもとで半年後に死去した。1649年11月3日、トゥーロンにおいて、アングレーム公、ルーエマニュエルの一人娘で相続人のフランソワーズド・バロアと結婚した。フランソワーズは精神を病んでおり、結婚後数年で、 エセイの女子修道院に遊兵された。ルイは1653年にギフからアングレーム公爵位を相続すると同時に、ラギー主公爵位をも授けられたが、後者はルイの死と同時に廃された。息子、ルイ・ジョゼフは、ジョアイ・ユーズ行為を継承、アンリニセイナキアとのギーズ行為も獲得した。ありがとうございます。